ははいこんばんば、えー、本日はですね3月28日に始まるですね、えー、松本人志さん VS、ね「週刊文春う」その裁判についてですねまあテレビなんかでね、あのー、弁護士の方々,方々がですねまあいろんな見通しを語っている中で、えー、むしろ文、えー、春側があ弱いんじゃないかとあいう指摘がですね、えー、少し出ているんですね。 で、そのことについてですね、えー、本当にそうなのかどうかですね、まあ、ちょっと考えてみたいと思うんですね。まずですね、えー、っとね、えー、この日本テレビの情報ライブミヤネ屋ですね、まあそこでね、この問題がね、あの出て、えー、ですね、まあいろいろ話し合いがあったわけですけども、それをね、まあ報じたこの、 新聞ですね。そちらの方からね、ちょっと追ってみたいと思うんですね。まずね、この日刊スポーツの記事ですね。えー、っと、これでね、この今言ったように、日本テレビの情報ライブ、ミヤネ屋ですね。そこにね、まず、読売新聞の特別編集員の橋本五郎さんというね、人が出てですね、まあいろいろ語ってるんですね。まあ、橋本五郎さんという人はね、 えー、この人は、まあ、読売新聞の,、ね、あの記者だったわけですけども社会部から政治部に行ってですね、えー、まあ鍋つねの腹心とも言われて、えー、いた人なんですね。でこのね、えー、橋本五郎さんがね、えー、いろいろ語ってるんですけども、えー、まずねこの裁判で一番問題になるのはね、えー、真実相当性ですよね。つまり、えー、文春がですねこの松本事件を報じるにあたってですね 本当に真実と信じるに足るですね、えー、え信、ー、証を得たのか、そしてそれはですね、十分なる取材に基づいて得た信証なのかということですよね。で、そのことについてね、えー、橋本さんはこういうふうに言ってるんですね。私はやっぱり報じる立場、マスコミの立場として、私たちは何を心がけているのか、一番心がけているのは、一生懸命取材しても、 それが間違っていれば何の意味もないんですよアウトなんですよだから、えー、これだけ取材しましたってことはねそんなにね説得力を持てなくなっちゃう,うというようなことを言ってるんですねまあ、これはね、えー、まあ、ごく当たり前の話をしているだけで、えー、特別何か言ったっていうことにはならないわけですよねうん。まあね一生懸命取材したって間違ってれば何の意味もないってこん,なこんなの言われなくたって誰だって分かってることですよね うんえー、そしてですね、えー、続けてこう言ってるんですね、えー。ここで革新的な事実は何かってことですよ。それは、意思に反して強制的に、えー、その加害があったかどうか、その一点ですよ。だからその意味では、真実の追求なんですよ。それが私たち報じる立場が一番大事なんですよ。であるならば、反論する側はきちんと、そうじゃないっていうことを、やっぱり証拠として、事実として出さないと。 ということを、まあ、言ったわけですね。まあこれもね、当たり前のことを言ってるわけですよね。特別なことを言ってるわけじゃ全然ないんですよね。これ、ジャーナリスト、ジャーナリストたるものですね、真実の追求してるのはこれ当たり前の話,話でね、えー、誰も嘘の追求なんかしてませんよね、これね。うん、で特別これはね、橋本さんだけが来るわけていうことじゃなくて、ね、文春の記者だってね、同じようにやってるわけですよ。ね えそしてそれどころかですね、えー、ずっとね、えー、文春はね、ジャニーズ事務所問題とかね、まあ、日本におけるま,まさにね、ミーツ運動のきっかけを作ったようなね、まあそういうですね、日本におけるニューヨーク・タイムズのようなね、働きをしてるわけですよ、今。ねうん、じゃあね、橋本さんがね、出身のね、読売社会部、あるいは読売政,政治部でもですね、その働きに匹敵するようなスクープを今打ってるのかという話じゃないですか。ね。 うん、なのでこれはね特別に橋本さんに言われるようなね筋合いの話ではないですよねこれね、うん、真実を追うのがジャーナリストだなんていうねそんなことや今やってるのは文春じゃないですかね、うん、そして橋本さんはねであるならば反論する側はきちんとそうじゃないっていうことをやっぱり証拠として事実として出さないといけない、えー、というようなことを言ってるわけですよね まあこれね、このまま、えーね、聞いただけでは一体何言ってのかちょっとねよく分かりませんねみたいなことなんだけどもつまりですねこれ分かりやすく言えば、まあ、法廷でですね文春側がね、えー、この松本さん側がねいろいろ言ってくるわけですよそれに対する反論をきちっと出さないといけないと,と言ってるわけなんですよね、うん、でこれはね文春側はねもちろんそういう反論ね それは。ね、うん、でその中でじゃあどういう反論ですねあるいはその反論を構成する証拠としてですねど,どれが最も強いと考えているかという問題ですよね。それはもう言うまでもなく被害女性の証言ですよ。これが核心部分ですよ。ね。うん、そしてですね、うん、その前にね まあその何て言うかな、その革新的なですね、被害女性の証言、これをまあ出しますよね、当然だからね。うん、だけどもお、その客観的証拠でですね、えー、客観的証拠としてね、うん、つまりその被害女性のね、えー、この証言を裏付ける証拠としてですね、まあ、うん、その根拠として、 えー、そういうね被害を訴えたこの A 子さんを3年半前からね取材してきたんだと、えー、そしてその A 子さんは、えー、松本さんのね私的な携帯電話携帯電話の番号をまで知っていたんだとそれから被害現場とされるホテルホテルでね実況見分を行ったんだとまあそういうことをねどんどん上げると思いますよね、まあ、これらをね今言ったようなことを上げた上で、えー、そして えー、その英子さんが、えー、その英子さんが法廷で、えー、自分が受けた被害について証言するとそしてその証言の真実相当性というものは今ね挙げたような客観的証拠によって揃ってるんだとこういうふうに構成していくと思いますよ。ね。うん。うん、つまりね文春側が言,言っているその客観的証拠というのはですね、えー 合意があったかなかったかっていうね、そういうことじゃなくって、A 子さんが、えー、そういう被害証言をね、している。それは、ね、信じるに足るもの,のものなのか、というね、ことなんですよ。それに対する客観的証拠はありますと。ということなんですよね。うん。ね。つまりね、ここでね、この裁判について、第一に考えなければならないことは、 これ、橋本五郎さんの言っているような真実の追求というようなことじゃないんですよ。それを言い出すともうね、話がね、非常に混乱してくるんですよ。まず最初に考えなければいけないのは、文春が報じるに至った真実相当性なんですよ。ね。つまり、英子さんの証言に基づいて、その証言に沿って文春が最大限の取材をしたのかどうかということなんですよ。 そしてその取材に基づいて、文春がそれは真実だと。ね。栄子さんが言っていることは真実だと。信じるに足る信証を得たのか。それは十分な信証だったのか。ね。そしてその信証を得る,に得るにあたって、客観的証拠。つまり、この英子さんがねあ、実際にその場にいたのかど,うかどうかとかですね。まあそういうようなこと。それを全部総合すれば、真実相当誠意に至ると。 というようなね、あの構成なんですよ。ね、うん。えー、例えばね、マ、ま、ーだ,だからその文春がね、客観的証拠は吟味したというふうに反論してるわけですよね。つまり松本さん側がね、えー、文春は客観的証拠もないのに、えー、報じているとというふうに言ってるんだけども、文春側は客観的証拠は吟味したと反論してるわけですよ。 そして文春が言っているその根拠というのは、えー、そういう被害を訴えた英子さんをねについて3年半前から取材してきたんと取材してきたとねそれから、えー、松本さんの私的な携帯電話の番号も知っているということですねそれから英子さんにね、えー、全然その予備知識を与えずに現場となった六本木のね、えー、六本木のですね このグランドハイアート東京のこのゲストルームですねこの間取りについてですね英子さんに書いてもらったわけですよ、ね、でそれが、えー、その部屋とぴったり一致するかどうか一致したわけですよねそしてさらに被害現場とされるホテルの実況見分もですね行ったわけですよねうんそこまでねあの要するに取材は詰めているということですよ 取材が詰めている。そしてそういう十分な取材活動を通じて、A 子さんの証言は、これは本物だと。というふうに判断したということなんですよ。これが、ね、文春が言うね、これ真実相当性に至る道なんですよ。ね。そしてさらに、この文春の記事では、B 子さんの証言もあるわけですよね。うん、で、B 子さんも、 この A 子さんの事件から3ヶ月ほど前に松本さんから同じような被害を受けたとというふうに証言しているわけですよ。ね。うん。そして、えー、その B 子さんに十分ね、やっぱり話を聞いてですね、そうすると、その B 子さんの話は A 子さんの証言とね、非常に共通したものがあるということが分かったんですよ。ね。えー、つまり事前にね、 このアテンド芸人がいろいろね、あの、誘ってきたと。その時は、松本さんが参加することは事前に知らされなかったということ。それから、飲み会の最中に携帯電話を没収されたということ。それから、えー、その飲み会の終盤にゲームと称して、松本さんと二人きりにさせられたということですね。これがね、大事なところなんだけども、これが共通してるんですよ。 なので、この B 子さんの証言と A 子さんの証言を重ね合わせて、より真実相当性が増したということなんですよね。うん、ねで、ここでね、まあ、あえて付け加えればね、えー、この真実相当性ですね,ね、今言った説明だけじゃ、今言ったね、ことだけじゃなくて、A 子さん、B 子さん、ねえー、をはじめですね、11人の被害,被害女性の証言があるわけなんですよ。ね。 うん、そして文春はその女性たちの周辺にも取材してるわけですよ。そしてこの女性のね、えー、この被害があったあその直後にね周りの人は相談を受けたのかどうか、あるいはその女性の直後の様子はどうだったのかということをね、あのー、そこもね、あの取材して、えー、記事に書いているわけですよ。ね、うん でここも含めれば真実相当性はもう,もう十分どころか十二分にあると,というふうにね思うんですね。うん。というわけでまずね松本さんが文春を訴えた名誉毀損裁判ですね。これはねそのまさに文春が真実相当性に達したのかどうかね。ということがポイントになるんだけどももうこれだけ、ね、真実相当性を得ていれば。 文春側の勝利とということになるわけなんですよね、うん、で裁判上は、えー、これで文春側の完全勝訴松本さん側の完全敗訴ということで終わるんですよ。ねうん、ねでねここでね一つ問題がね、あのー、終わるんだけどももう一つの問題が、ね、出てくるんですよ、ね。それはどういうことかというと 要は、その、橋本五郎さんがね、指摘していたように、じゃあ真実はどうなんだということですよね。うん。真実相当性は分かったと。つまり、えー、文春が一生懸命取材して、ね、えー、可能な限り取材して、えー、そして真実相当性を得た。だから文春は、えー、これはまあ正当だったということで、名誉毀損の裁判上は文春の勝利ということですよ。これで終わり。だけども、 じゃあ真実はどうだったんだということが残るわけですよね。うん。つまり、松本さんが主張したいのは、いや、それは合意はあったんだということを主張したいわけですよ。女性側と合意はあったんだと主張したいわけですよ。ね。そこが残るんですよ。ね。うん。そしてね、先ほどのね、日刊スポーツの記事に戻るとね、えー、このね、ミヤネ屋に出演していた 竹原康三郎弁護士でですすね。ね。ここういういとを言ってんです、ねえー、よく文春側は真実相当性で勝てば勝ちっていう話をよくするんですけど報道機関として単純に聞く側として一生懸命調べたけど全部間違いでしたっていうのが報道機関としての勝ちかって言われると裁判では勝ちです裁判ではね仮に文春がこれは十分調べたんじゃないかと。 裁判所に言われればそうですけど、えー、裁判までは勝つけれど報道機関としてそれでよかったのかって単純に読者として疑問を持ちますというようなね、えー、指摘をしているんですね。でこれはすよ、ねうん、でまずねこれ、えー、何度も繰り返しますけど基本的にこの裁判は松本さんが文春によって名誉を毀損されたと。 毀損されたんだと、というふうに訴えてる裁判なんですよね、うんで。つまりこの訴えを受けて文春側が取材を尽くして A 子さんの言う証言は真実と信じるに足るものだったと真実,真実相当性を十分持っていたんだということが証明されれば、えー、さっき言ったよう、ね、に裁判上は文春の勝利松本さんの敗訴ですよ、ね。だけど、 じゃあ真実はどうだったのかということですよね。うん。そして松本さん本人はむしろここで、うん、ここのところで、ね、逆転か、あるいは、えー、引き分けに持ち込みたいと思ってるわけですよ。ね。うん。つまり引き分けというのはどういうことかというと、ね、真実と信じるに至る真実相当性は確かにあった。これ文春はそれをね、えー、可能な限り取材してそれを得たと。だけども、A 子さんの言ってること、つまり、 えー、本当に合意がなかった。ね。うん。合意がなかったので、被害を受けたんだと。それが真実なのかどうかは結局わからないということですね。でそうなれば、これ、松本さんとね、それから文春というかな、被害女性。これはもう引き分けということですよね。つまり、やぶの中ということですよ。これは結局、真実は分かりませんということになるじゃないですか。ね。で、松本さん側としては、 せめてここには持ち込みたいわけですよ。ね。うん。裁判上は負けても、その真実かどうかということは、藪の中だと。これはちょっとわかりませんと。ここに、せめて持ち込みたいわけですよ。ね。せめて持ち込みたい。まあ、可能ならばね、合意はあったというね、えー、ことを認めてもらいたいわけだけども、まあ、それはまあちょっとね、不可能だと思いますけどもね。うん。せめて、藪、えー、の中、そこに持ち込みたいと思ってるわけですよ。 ね。うん。じゃあね、それは一体ね、どうなのかという問題ですよね。藪の中っていうことは本当にあり得るのかということですよ。ね。ほいでね、えー、この今、ミヤネ屋のね、番組ね、これずっと紹介しましたけども、このミヤネ屋の番組ね、このデイリースポーツもですね、報じているんですよ。ね。うん、でその今度はデイリースポーツの記事をですね、ちょっと見てみたいと思うんですね。うん。でね、 まずさっき言ったこの竹原弁護士ですね。この人がね、えー、まあ弁護士ですからね、まあいろいろその言葉の定義ですね。これをいろいろ説明してるんですよ。で、まずね、その説明によれば、えー、客観的証拠、いわゆる客観的証拠ですね。これの定義はどういうことかというと、映像とか写真とか音声とか、ね、人の主観が入り込まない、そして変化することのないもの。 これがね、えー、客観的証拠というんだということなんですよね、裁判上ね。そして、裁判上は、この供述とかね、証言とかね、まあ要するに人の言葉ですね。これは客観的証拠とはならないと、というふうにね、説明しているんですよ。ね。うん。だけどね、まず考えなければいけないのは、まずね、こういう事件の常としてね、うん、まあつまり、ええー、 男性と女性の間で合意があったのかなかったのかということですね。まあそういう事件ね、の常として、そういうね、客観的証拠ってのは存在しないんですよ。ね。うん。この映像、写真、音声ですね。ね。まあそういうものをね、撮っていたということであれば別ですよ。だけども、そういうことって、あの、まあ普通というかな、 まあ、99.9%っていうかな、これ、よく分かんないけども、そんなものは取りませんよね。そんなものは取りませんよね。うん。なので、普通のケースではそんなものは存在しないわけですよ。ね。で、ましてや、松本さん側は、女性たちから携帯電話を没収してるんですよ。ね。うん。まあ、このことはね、まあ、特にそこに僕はね、作為を感じるんですよね。うん。 女性側が携帯電話を持っていれば、それをね、あの、まあえー、録画なりね、録音すれば、これは証拠になるじゃないですか。ね。うん。そういうね、女性側が、あなんていうかな。まあ、その拒否する言葉とかね。あるいはそういう映像とか残ればですね。これは有力なね、客観的証拠になりますよね。ところが、松本さん側は事前に携帯電話を募集してるんですよ。ね。うん、ほとんどのケースでね。 うん、これはやっぱりね、作為を感じるじゃないですか。ね。うん。で、その結果、A 子さんたちね、被害女性の証言しか残らないわけですよ。ね。そしてそれについて、竹原さんは客観的証拠とはならないと言ってるわけですよね。うん。ね。うん。これはね、どうなんでしょうかね、これね。うん。どうなんでしょうかね。まあ、つまり僕が思うのはね、 ここのところちょっと一言ね、あの、ちょっと僕の意見というかな、味方差し挟ませてもらえばね、うん、これね、まあ、伊藤栞里さんですね、伊藤栞里さんがね、えー、この TBS のね、元ワシントン支局長だった山口紀之さんからね、まあ、暴力を受けたと、まあ、乱暴を受けたというね、そういうね、乱暴を受けたということでね、 えー、これはね、最高裁までね、この民事,民事訴訟で争,争って、伊藤勝利さんが完全勝訴しました。ね。で、その時伊藤さんはね、まあいろいろとコメントをですね、発してね、我々にいろいろ教えてくれたわけなんですけども、その中でね、えー、僕がね、印象に残っている言葉として、こういうことをね、おっしゃってるんですよね。一つは、今ね、この、こういう事件について、 女性側にず、じゅ、すごいね、負担があると。すごい負担がある。証明するのにね。うん。すごい負担がある。だけど、将来的にはね、えー、そういう女性側にそういう負担をかけさせない、かけないで、こういう事件が、えー、きちんと裁かれるように、そういうことを期待したいと。そしてお、そうなっていくでしょう、ということをね、おっしゃってるんですね。うん。でね、これね、A 子さんですね。 これそう,いうそういう証言をしてるわけですよ。被害証言をしてるわけですよで。それが客観的証拠とはならないとね、要するにそういうふうに冷たいことを言ってるんだけども、ね。じゃあね、A 子さんにとってですよ、そういうね、例えば、嘘の証言をしたところで、どんなメリットがあるのかということですよ。どんなメリットが。それ,をそれが証明できなければ、それは証言として十分成り立つじゃないですか。これ、常識的に考えてね。 うんね、そういうところをやっぱりね、え考えなきゃいけませんよ。ねつまり、英子さんのね、証言がですね、えー、これ客観的証拠にならないと言ってるんだったら、じゃあその証言ね、ねその虚偽の証言をするだけのメリットがどこにあるんですかと、それを証明しなければ、ねうん、この証拠、証拠性を覆すことはできないと。 というふうにならなければいけませんよ。ね。うん。と、そういうふうに思いますね。うん。そしてね、まあ、この記事に戻りますけどね。うん。えー、っとね、これはね、<laughs> 同じミヤネ屋にね、えー、出ているですね、えー、野村さんですね、野村修也弁護士ですね。えー、こう言ってるんですね。この文春のね、この客観的証拠についてですね、ちょっと弱いかなと思います。密室で行われた。 行為自体が報道されている内容と同じようなものだったかどうかを裏付ける証拠は今のところ女性の供述だけなんじゃないかないか供述をした人が「供述をした人が本人間違いありません」えー、とかいうことを固める証拠にはなっているけれども供述内容そのものにヒットしているような証拠ではないので結局のところは証言の信憑性が 争点にななってしまううのかなとということです,、ね、こうのするにそういうふうにね、野村弁護士は言ってるわけですよ。ねうん、で、えー、竹原弁護士はですね、さらにね、えーまあ、厳しいことを言ってるわけですよ。えー、正直言って、裏付け証拠がこれだけのわけはないと思っています。これだけだったらちょっと問題だと思う。この内容って、えい,い子さんが松本さんとホテルのパーティーにいた。 という可能性が非常に高いというところまでは認定される可能性がある。でも重要なのはその後なんです。そういう行為があったのか、強制があったのか、えー、なんで、えー、これはその入り口なんですよ、というふうに言ってるわけなんですよね。うん。だけどもね、ね竹原さんとか野村さんはねそういうふうに言うかもしれないけれども、ね何度も言っているように、こういう事件にはね、 そういうようなね、竹原さんとか野村さんが期待しているような客観的証拠なんてのは残らないんですよ。ねうん、むしろあったら教えてほしいですよ、ね。そういう事件ね、担当したことがあるんですか竹原さんとか野村さんはね。こういう客観的証拠は見たんだよというようなね。うん、そういう動画でもあったんですか、ね、あるいはそういう録音でもあったんですかそれがあったらね、 あの竹原さんと野村さんはそれをね、言うべきですよ。ね、そういうケースがあったんだと。ね。じゃあ一体どうすればそういうね、証拠を残せるんですかね。被害女性の立場に立って、それをね、説明しなさいよ。ね。そこまで言わな,い言わなければ、これはね、えー、もう加害男性これはね、証拠が残らないんだから、これはもうジャンジャンやっていいんだよ、みたいなね。そういうこと言ってると同じじゃないですか、これ。ね。うん。 先ほどのね、伊藤利勝利さんが、説に訴えた女性側のね、願いとですね、それと全く反対のことを言ってるわけですよ。竹原さん、野村さんね、うん、客観証拠起こらないんだから、そんなことはジャジャやったっていいんだよ、みたいなね、それ言ってると同じじゃないですか、俺。ね。そういうことじゃないでしょ。この日本社会を良くするために、ね。つまり、女性というのはこういうケースでは常に弱いじゃないですか。常に弱い。ね。 うん、なのでその弱い女性を守らなければいけないわけじゃないですか社会としてじゃなかったら社会の意味がないじゃないですか弱いものを守らなければ社会の意味がないでしょねね弁護士ってのは、えー、そういうね弱い人を守るためにそういう仕事があるわけでしょねうんまあねその強いものをね助けるねそういう弁護士もたくさんいますけどねうん ね、だから竹原さんも野村さんもねじゃあ女性のためにどうすればいいのかっていうねことをねこれ案を出すべきじゃないですか。ね。うん、それなのにねえー、ね女性の証言だけではね客観的証拠はならないだから男性はどんどんねそういうことやってもいいんだよみたいなねそういうことになっちゃうじゃないですか。ね。うんそういう話でしょね,、うん、ね。だけどねこれね まあね、その合意があったのかなかったのか、そういうことを証明するような客観的証拠なんかね、普通残らないですよね。これ何度も言うようにですね。ねだけども、じゃあね、さっきちょっと出した伊藤詩織さんのこの裁判のケースね、これを振り返ってみたいと思うんですよ。ねえー、これはもうね、山口紀之さんね、元は TBS のワシントン支局長だった、えーね、その人から乱暴されたという事件ですけどもね。 これはね、まずね、えー、2019年の12月18日にね、えー、東京地方,地方裁判所で、まずね、えー、この第一審ですけども、おその判決が出たんですよ、ねうんえー。これは伊藤さんが山口さんを訴えた裁判なんですよね。うんまあ、そういうね、そういう暴力によって肉体的、精神的苦痛を受けたと,ということで損害賠償を求めた、ね、訴訟なんですよ。ね、で結局ね、 えどうなったかというと、東京地裁の判決はですね、えー、これ裁判長は、こういうふうにね、えー、言ったんですよ。明酊状態でね、ね意識がない伊藤さんに合意がないまま、そういう行為に及んだと。いうふうにね、これ山口さんの不法行為をですね、認めたんですよ。そして山口さんに対して、 えー、330万円だけども、の損害賠償を命じたということなんですよね。で、これは、最高裁まで行ってですね、えー、確定しているわけですよ。ね。あ、うん、確定してるんですね。うん。でね、要するに、この裁判の争点はですね、ね、これは、そういう行為があったということからは、まあ、認めているんでね、認めたんで、裁判の争点というのは、そういう行為に、 合意があったのかなかったのかということですよね。うん。ということなんですよ。で、これはもちろん密室な、ミスでのね、事件なんで、結局は、えー、これはね、伊藤さんと、それから山岸さんの間で、どちらの供述が信用できるのかということですよ。ね、そういうことだったんですよ。伊藤さんはね、ね、えー、同意なんかありませんと。ねそ、そういう暴力を受けました。山岸さんはいや、同意があったんだというようなことをね、言ったわけですよ。 で、結局、どちらの供述が信用できるかという話になったわけですよ。そして裁判所は、伊藤さんの供述が信用できると判断したということなんですよ。ね。でね、でその判断ね、その判断、どうしてそういうふうに至ったかというとね、で伊藤さんはね、えー、その乱暴事件があったね、もうその日ですね、もうとにかく、ーシ,ャワーもシャワーも浴びないで、そのままね、まあ、部屋を出たと。 いうことですねそして、えー、その日のうちに産婦人科受診したと。そしてアフターピルの処方を受けたということですね。だこういうこと。これがね、まあ、要するにこれ伊藤さんのね、全くその予期しないこと,だことだったと。それを裏付けられてるわけですよね。それからさらに伊藤さんは数日後に友人2人にこの事実を告げて相談してるんですよ。そしてさらに警察署に行って相談してるんですよ。ね、なのでこれはね、 伊藤さんの供述は信用性が高いいと、という,ふうに判断したんですね。まあ、それに反して山口さんのこの供述というのはですねやっぱりねこの核心部分についてですね不合理に変遷してるとまあねちょっと前にああ言ったかと思うと今度はこういうふうに言ってるとかねいうことでこの供述がね変化してるので信用性に疑いがあると重大な疑念があるということで 山口さんの供述は信用性が低いと、というふうに判断されたわけなんですね。うん。で、結局ね、ね、そういうことなんですよ。つまり、供述を聞いて、両者の供述を聞いて、そして裁判長が、裁判官が判断するわけですよ。どちらの供述が信用に足るものな,なのかということですよ。ね。うん。ね。ということで、客観的証拠というのはね、そんなものじゃないんですよ。 そんなものがあったらね、うん。竹原さんちょっと見せてくださいよ。どんなものなんですか、それ。ね。うん。過去のケースで見たことあるんでしょうじゃあ、それね。うん。見せてくださいよ、今。ね。うん。で、要するに、結局ですよ。今回の裁判も、その A 子さんのこの被害証言ですね。あるいは B 子さんの被害証言ですね。これね。まさに証言のその信用性が争点となるわけですよ。ね。 うん、でう、じゃあその意味でね、この伊藤おりさんと同じように、えー、これね、えー、文春側に有利,有利なね、証言をするためには、じゃあ A 子さんが事件の直後にどういう行動をとったのかということですね。それから友人とか家族に相談したのか、どういう相談をしたのかということですよ。ね、うん。そういうことですよね。それからもう一つは B 子さんのケースですよね。うん、これ B 子さんをね、事件直後に 交際男性ににここのことについてて相談してるんですよで。その証言も文書には載ってるんですよね。うん、で、えー、さらにこの事件から数日してですね松本,さん松本さんの取り巻きである放送作家からねこの放送作家もその現場にいたわけですけどもショートメッセージが届いてるんですよ。ね。B 子さんにですねどういうショートメッセージかというと「松本は食事後その先までの付き合いを希望しています」。 なのでまた会いませんかみたいなね、えー、ショートメッセージが届いてるんですよ。まあ、これを法廷に出すことができるのかどうかということですね。それから B 子さんはその後ね、数年間 PTSD に,に悩まされたわけなんですけども、その心療内科、精神科の医師の証言が出てくるかどうかということですよね。うん。まあ、というようなことですよね。それからさらに A 子さん、B 子さんの証言が、まあ、似てるということですよね。非常に共通点があるということですね。 うんねうん、まあね、これは共通点がある。ね、ということは、つまり、この後輩芸人を使った女性のまさに、松本さんに対する情能システムですね。これが確立していたことをうかがわせるわけですよね。うん、そして、さらに、この裁判上ね、A 子さん、B 子さん含めて、11人の被害女性の証言。これもね、もちろん、あの、傍証としてこれ出てくると思いますよ。ね。 それから渋谷のね、高級マッサージ店ね、そのセラピストにね、2日連続で乱暴したということですね。この証言というかね、この記事も出てくると思いますよ。ね。そういうように、文春のね、側のこの暴賞っていうのは、このね、結構たくさんあるんですよね、うんで。反対にですよ、松本さん側としては、いや、これはね、合意があったんだと。 それをねねまあ証明したいと思ってるわけですよ、ね、だからそうなるとですよそうなるとさっき言ったように被害女性の A 子さんですねそれはね、えー、その A 子さんの証言というのはこれは嘘だと虚偽だとねその虚偽性を暴かなければいけないわけですよそうすると A 子さんが虚偽証言をするに至る積極的な理由を挙げなければいけないわけですよそれができるのかということですよねうん でもちろん、A 子さんの証言が真実であれば、そんなことできるわけないんですよね。うん、できるわけないんですよ。ね。えー、ね。で、これ反対に言えば、反対にですよ。それができなければ、A 子さんの証言は真実と受け取られる可能性が極めて高いわけですよ。ね。まあ、これ常識から言ってそうですよね。うん。ね。それから、11人の被害女性ですね。 これ直接ね、被害を受けた人、あるいはね、えー、まあ自分はね、あのー、その松本さんの密室には行かなかったけれどもね、まあ、それは後で聞いたというね、えー、直接見分したね、そういう被害のことですね、まあ、それも含めてですねこれね全員ですよ全員ね松本さんと初めて会った日にそういう被害に遭ってるわけですよ、ね、じゃあ松本さんはね、まあ、これね全員合意があったと。 まあ、主張したいわけなんだけどもね、証明したいわけなんだけども、ね、これね、えー、文春側の弁護士か、あるいは裁判長にね、こういう質問をされると思うんですよ。ね。松本さん、あなたはね、その女性とその日初めて会ったわけですよね。それで、その日のうちにそういう行為に至ったというわけですけども、どういうふうにして、どういう経緯でその女性と、 えー、その日のうちにそういう行為に至るそういう合意に至ったんですかとねうんまあ簡単に言えば会ったその日にそういう行為をするそれはね普通の常識ではありえないことですけどもどういうふうにして、えー、そう女性側とそういう合意に至ったんですかそれ説明してくれますかということを質問を受けるに決まってますよねうんでこれね常識で考えて ね。11人のケースね。これね。まあ、一人としてそのケースをね、説明できるものはないと思いますよ。ね。常識としてこれはわかるじゃないですか。ね。うん。裁判長も当然常識人なわけですよ。ね。うん。これ常識人の常識に照らして、ね。初めて会ったその日に、ね。そういう行為に至る。男女間で。ね。そういう、それがね、合意があったと。 じゃあどういう合意なんだということじゃないですか。ね。うん。これはつまり、えー、例えばね、これ、まあ、何て言うかな、非常に端的に言えば、まあ、商売っていうかね、女性側がそれを商売としていました。みたいなね、まあ、いわゆる商売女みたいなね、商売としていました。ね。うん。ということであれば、ね、まあ、この経済的なやり取りを、やり取りを通じた合意ということはあり得ますよね。まあ、それやったらみんな納得しますよ。ああ、そういうことね、みたいなね。そういうことじゃないですか。ところが、 そういう人たちじゃないわけでしょそういう人たちじゃない。ね。で、経済的なものもない。だったら、じゃあどういうふうにして合意に至ったんですかということじゃないですか。ね。それ答えられるわけないじゃないですか。ね。うん。そういうことですよ。ね。うん。で、松本さんはそれを説明しなければいけませんよ、それ。ね。うーん。そしてさらにね、言えばですよ。えー、渋谷の高級マッサージ店のね、えー、このセラピスト。 二日連続でね、二人乱暴したということですね。これ、事故がかからなかったら、明らかにこれ刑事事件ですよ。ね。刑事件として立件されてしまいますよ。そういうケースもあるということですよ。ね。これ、説明しようがないじゃないですか。ね。うん。というわけで、この裁判は、文春側の、まず真実相当性、これが認められることは間違いないですよ。それから、松本さんが女性たちと、 ね、合意なしにそういう行為に至ったんだと、ね。それが認定されてこれは終わりだと思いますよ。ねうん、まあ、裁判にかけてはね、そういうことですよね。そしてね、まあ、ちょっとねもう一点だけね、僕ちょっとね、補足的に、ね、ちょっと言いたいんですよ。補足的にね。うん、これ日刊スポーツの記事にね、えー、書いてあるんだけどもね。うん、これね、えー、竹原弁護士はですね、こういうことを言ってるんですよ。 女性にはすごく時間かけて聞聞ききまましした。たた。っぷり言う分聞きましたじゃあその相手方男性側にもきちんと言う分をどれだけ聞きましたかということが実は問題になってくるんですよね。えー、と言ってんですね。うん、でねえー、っと普通に考えたら女性には3年半かけて裏取りしたわけでしょそれに比べて突然駅で質問を突きつけられて「僕は寝」って座って話す人っていないと思うんですよね。 なので、これで十分かというと疑問があるし、質問状を送って回答なかったというのもよく見ると、27時間後に回答って書いてあるんですよね。27時間で自分の主張を考えて決断して回答することが通常できるかって言われたら、まあそれは無理だということですよね。で英子さんに聞くのと松本さん側に聞くときとの姿勢が違う。これをもって十分と言えるかどうかというようなことですね。 それからね、野村弁護士もね、まあ、同じような見方のことを言っていて、えー、非常に問題なのは週刊誌が記事を書くときに、とりあえず一方的に質問投げて、答えなければちゃんと機会を与えたぞという書き方をこれまでずっとやってきたんですよね。それが取材の仕方としてまかり通ってるという事実。まあ、これはいかんと言ってるわけですよね。だけどね、このことについてね、もう僕もね、ジャーナリストの側から言わせてもらいたいんだけども、ね。 文春がね、この被害女性の A 子さんに対して3年半の歳月をかけて慎重に取材を進めたということこれ大変なことですよ。ね。まさに真実相当性を裏付ける上で大変な努力をしたと言える、言えると思います。ね。もし A 子さんが協議の話をしたんであれば、もうこの3年半の間に矛盾点が出てきてですね、記事には至らなかったと思います。ね。 三年半かけたというのは相当真実相当性を得たということですよ。ね。じゃあね、その後ですよ。その後、現実問題として考えてですよ。松本さんに、ね、三年ほどですね、食い下がったとしてですよ。何か証言を得られるだろうかということですよ。まずこれ誰が考えてもわかるように無理ですよ。ね。まあ、反対にですね、これね、えー、そんなにね、三年半もね、えー、やったらですよ。 被害女性に何らかのね、影響を与えようとするじゃないですか。松本さんはね。そうすると真実が、もうこれは消えてなくなりますよ。ね。うん。ね。<laughs> 例えばですよ。例えばね、東京地検特捜部ですね。これはね、何年、何十年単位でね、追ってるわけですよ。標的をね。まあ、それでね、逮捕起訴となるわけなんですよね。そうするとですよ。その人間とかね、その政治家ですね、標的となったね、 うん、その人に対してですよ、同じ時間をかけて言い分を聞くんだろうかということですよ。ねうん、あるいはね、そういう事件をね報道する記者ですね、これ同じ時間をかけてね、ね何年も何十年もかけて、その人にそういう話言い分を聞くのかということですよ。そういうことはしないわけですよ。ね同じようにですよ、十分の時間をかけて慎重に取材して、真実相当性を得たと。 そういうふうに考えられる事件についてですよ。それと同じ時間をかけて、ね、うん、えー、その、ね、疑惑の人物からね、言い分を聞いたりしないわけですよ。言い分を聞いてもね、否定を貫くことはもう分かりきった話じゃないですか。ね、分かりきった話。じゃあ、竹原さんとかね、野村さんは、ね、そういうふうにね、時間を十分かければ、ね、真実の話を聞けると思ってるんですか ね。うん。ね。聞けるわけないじゃないですか。ね。うん。そういうことでしょ。ね。うん。そんな時間をかけていたら、そういう記事なんか一本も書けませんよ。一本も書けない。ね。うん。で、僕はね、僕はっていうかな、あのー、こういう事件とかね、まあ、疑惑のある事件ですね。でね、そういう、うそういうことを報道するときには、例えば疑惑の人物に、 話をき聞くんですよ。ね。話を聞かなければ書くことはできないんですよね。で、<laughs> 少なくともアプローチしなければいけないんですよね。そして話を聞くということですね。僕ね、そういう作業をやってですね、もう僕もいくつもね、そういうことをやりましたけども、これね、担当職人直入にその疑惑の人物にその疑惑のことを聞いてですね、その場で人物、その場でね、 その疑惑の人物がですね、口を割った経験というのはありますよ。僕は1回か2回ありますよ。1回か2回。今ね、その細かい話するとまた時間がバーッと経つんでね、言いませんけどね。うん。だけど、それはね、極めて珍しいケースですよ。極めて珍しいケース。ね。うん。うん、極めて珍しいケース。で、それをですね、えー、同じような時間というかね、また3年かけていた、3年かけろなんて言ったらね、これはね、 あのー、記事にはできません、ねうん、で、この世から真実は消えていきます間違いないですねうんねうんだからねこの竹原さんがね竹原弁護士が A 子さんに聞くのと松本さん,松本さん側に聞くのとね姿勢が違うとこれをもって十分と言えるのか言えるかどうかっていうねことを言ってるんだけどもこういうことを言うのは 取材を知らない非現実的なものとしか言いようがないんですね。言いようがない。うん。ね。うん。ということですね。うん、まあそういうね、なんていうかな、<laughs> まあどういう意図を持ってね、この竹原さんとか野村さんがね、言ってるかは、だよく分かりませんけどもね。うん。これね、あまりにね、なんていうかな、うん、女性側に、被害女性側に負担をかけすぎちゃってる。 伊藤詩織さんがね、問題提起してね、ね将来はそういうことのないように社会になってほしいと願っている、そういうね、願いとは真反対のことを言ってね、ねさらにさらに、なんていうかな、そういう事件を闇の中に隠そう、隠そうというね、働きにしかなりません。ね、そういうことははっきり言っておきます。 ね、まあというようなことでね、えー、本日はね、まあ、この辺で終わりたいと思います,思いますけどもね、まあ、ちょっと長くなっちゃいましたけども、最後にね、コマーシャルタイムね、ちょっと簡単にね、えー、コロナ日本国書、これはね、コロナ対策、感染症対策なんだけどもね、えー、それをね、検討っというかねあの、振り返った本なんですね、えー、ぜひ読んでいただきたいなと思います。それから原発と日本列島ね、 えー、これはね、著者がね、地質学者でありながらですね、同年、動力量核燃料開発事業団のね、30億年間務めてですね、日本全国ですね、地質を調査したんですよ。で、日本列島の地質の上にはね、原子力発電所を作ってはいけないと、危なすぎると、そういう結論に達したもなんですね。ぜひ読んでいただきたいなと思います。それから、ジュリー・アンドリュース・ジョデン、これはね、イギリスの演劇界、アメリカの演劇界ですね、そこに活躍してね、 えー、その人間模様であるとかあるいは、えー、ジョリー・アンドリス自身のラブロマンスであるとかね、まあ、そういうことがですね新しい視点でですね書かれているんですね是非、うん、ですね、えー、これ読書の楽しみがね味わえる本なんでね是非、えー、読んでいただきたいなと思いますこれがね、えー、僕がですね関係させてもらっているご発症防者の新刊なんですけども今日本全国地方の方ではね本屋さんが少なくなってですね本を直接買えないとか あるいは Amazon でも本を買ったことがないという、ね、方もいらっしゃるかと思うんですけども、そういう方は5月消防新者に直接ファックスなり電話なりしてきてください、えー。郵便振込であるとか銀行振込で対応したいと思いますので、5月消防新者のファックス番号、電話番号は104の方ですぐにわかりますので、えー、どんどんですね、積極的に行ってきていただきたいなと思います。えー、ということですので、えー、今日はこの辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。